というわけでね、岡山駅前に今日は来ました。時刻はね、深夜1時でございます。でも人もね、全然、いないんですけども、この岡山駅は前ね、工事をしてますね。なんか路面電車の乗り入れが岡山駅前にもうすぐそこになるとかいう話なんですけど、これがちょっとどうかちょっと分かんないですけど、徐々に変わっていくこの岡山駅前なんですけども、ちょっと今日はね、岡山駅前をね、歩いていこうかなと思います。深夜なのでそんなに見どころっていうのがないんですけども、今日はちょっとね、歩きながら重要なポイントをちょっとご紹介しようかなと思います。こちらが駅前商店街になります。隣がね、ビッグカメラ、イコットニコットあるとおりですね。廃墟みたいな感じになってます。はい、この通りやってきました。この通りはですね、岡山メルパっていうのが存在するんですよね。昔からの岡山の映画館としてとっても有名なんですけども、そのメルパがですね、この度閉店するということで、33年続いた映画館という、もうね、この辺本当に昔は、すごい栄えてて、いろんな、なんかお店あったんですけども、閉店にします。ちょっとシャッターが降りてしまってちょっと残念ですけど、閉店するそうです。ちょっとね、昼間の映像、動画をね、様子をちょっと、こんな感じで、なんか入り口があって受付があってという、さすがに中はね、撮影できないんですけど、1階がチケット売り場ということですね。でそこから2階、3階、5階、映画館というか、メルパがあるというわけです。で7階がビアガーデンなんですね。でこっち側にもね、ゲームセンターあったんですけども、
去年亡くなりました。スターダストっていうね、亡くなりました。この辺はホテル街になってます。結構ホテル、ビジネスホテルから、まあそういうファッションホテルたくさんあります。有名なポークラーメンがあります。ちょっと適当にね、ブラブラしましょう。でここにね、懐かしの自販機があります。三菱のね、電池の、自販機がここに存在します。なんかちょっと懐かしさを感じる、コインランドリーじゃなくてクリーニング店ですけども、さっきも通ったんですけども、ちょっとね、この辺に気になるスポットがあるのでご案内します。位置的にはね、野田屋町でございます。こっちかな。野田屋町二丁目神社っていうのがあるんですよね。家の中にね、神社があります。で、まあ、神社なんですけども、本殿
の所在地は 大阪市中央区高津一丁目、ここ大阪じゃないんですけど、ね、関係があるという、かなり安全、お余計その他で、ね、ちょっと面白いのが、なんかその、岡山に関する芸能人ね、ちょっと撮ってます、テレビスターね、はい、ね、せっかくなのでさっきのあのポークラーメンでもらあの負けてもらったあの50円をねちょっと入れましょう。まあそういうことなんでしょう。いいことありますように。はい、ありがとうございます。結構ねあの時代を感じる、ね、場所でございます。はい、もうね準備してる。というわけで今日はねこんな感じで終わろうかなと思います。ちょっとね内容詰めすぎましたけどね、この目の前に丘ビルがあります。というわけでね今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。